ったりと鳴りを沈めると同時、歩兵岬から東の海岸一帯に上陸した我が部隊は、そこで体勢を整えて、直ちに蓄光地の剣類を抜き、敵の心臓部と言うべきマリンタキ部、すなわち桜高地を一挙に攻略するはずであった。ところがこの地点は立地砲台、サイドマン砲台、その他無数の砲台、銃眼が固められている。もちろんそれは初めから分かっていることであった。この辺りの岸が比較的なだらかな海岸になっているばかりでなく、上陸後マリンタヒルを攻撃する角度から考えても、この場所は絶好の上陸地点であるに違いない。それだけに敵もまたこの地点の守備には万全を期し、あらゆる防御の設備を整えていることは明らかである。しかも不可能を知らぬ我が戦闘精神の激しさは、この攻めるにも守るにも絶好と思われる場所をあえて上陸地点に選んだのであった。正義に向かってこれまで命知らずになれる軍隊が世界にまたとあるであろうか。予想通り敵は死に物狂いの反撃を加えてきた。命と誇りをかけた決闘が展開され、我が軍もかなりの尊い犠牲を払わなければならなかった。上陸部隊が迎え撃つ敵を撃破しつつ、蓄光地にまで進出したとき、死の恐怖に狂ったアメリカ軍は、最後の勇気を振るって我が部隊を包囲してきた。この高地の頂に一つの給水タンクが、開けて5月6日、敵に包囲されて弾薬も尽き果てると、我が部隊の機関銃隊長はこのタンクの上に踊り上がった。手榴弾を投げ、拳銃一つで応戦した。日本刀を抜き放って群がり寄せるアメリカ兵を切り倒したのである。その命知らずな日本軍人の胆力に、さすがの敵もひるみを覚えたのである。この日、5月6日の正午、他しもの優勢を誇ったアメリカ軍が突如として発起を掲げたのである。米飛軍司令官ウェンライトは直ちにバタンへ連れてこられた。軍司令官本間中将がウェンライトを引見したのはその日の夕暮れである。カブカーベンの荒れ果てた民家で、新しい世界史の第1ページを飾るべき歴史的な会見が行われた。しかしアメリカ人の思い上がりも甚だしい自己過信の妄想は、この際に及んでもまだ捨てきれないらしい。コレヒドールだけは降伏するが、フィリピンにおける全米飛軍を降伏させるわけにはいかないと主張して、ウェンライトはさらに譲る気配も見せなかった。そうしてこの会見は決裂に終わったのである。しかし、ひとたび手を挙げたアメリカ兵に、捨てた武器を再び取り上げる気力のあるはずはなかった。6日の夜から7日の副業にかけて、親衛部隊が後輩とコレヒドールへ押し寄せたとき、敵はもはや抵抗する心も力も失い果てていた。我が部隊は島の至る所から湧き出てくる敵兵を踏み越えつつ、トップヒルの頂上を目指してまっしぐらに進撃の方を進めた。
朝こそ東洋が迎える真実の夜明けであった。太陽は一点の陰りもなく南海の空に輝き渡った。今日は17年5月7日午前8時、東洋に生き残る最後の星条旗はついに地に落ちたのである。